バルチュスは、フランスの画家。本名は、バルタザール・ミシェル・クロソースキード・ドローラ。ピカソに、20世紀最後の巨匠王と称えられた。父親、ローラモン賞のエリック・クルソフスキーは、東プロイセン・ラグニットのシュラフタで、母親エリーザベト・シュピーロは、ノブゴロドに起源を持つブレスラウ生まれのロシアユダヤ人。実系のピエール・クロソウスキーは、マルキド・サドや、フリードリヒ・ニーチェの研究者として、 著名な作家である。ほとんど独学で絵を描いたバルチュースは、ルーブル美術館で古典絵画の巨匠たちの作品を模写したが、中でもピエロデラ、フランチェスカの影響が大きいとされる。古典を昇華した、堅固な構成と繊細な描法でモニュメンタルな女性や少女像を多く描いたが、活動当初はシュルレアリスムや表現主義の前世紀であったため、 作品の売り込みに苦労したバルチュースは一時衝撃的な題材を描き、話題集めに苦心した。1937年に、アントワネット・ド・ワットビルと最初の結婚をし、息子スタニスラス・クロソース・キード・ローラを設ける。離婚後もこの戦災とは、生涯友人であり続けた。スタニスラスは、後に、バルチュースの作品集出版にあたって、執筆を担当している。 1941年にはピカソがバルチュスのブランシャール家の子供たちを購入している。1944年11月にはバルチュスがパリにピカソを訪問した。1962年パリでの日本美術展の選定のために訪れた東京で当時20歳だったイデダセツコと運命的な出会いをした。当時離婚していなかったしフランス中部 シャシー村の上官で8年間も生活を共にして、モデルを務めた義理の名フレデリック・ティゾンもいた。節子とは1967年に結婚した。節子夫人も画家であり、二人の間には1973年に誕生した娘・ハルミがいる。バルチュスの生前、本人の意思により夫人は、基本的には服であった。バルチュスと節子1964年。 作家で当時は文化大臣だったアンドレ・マルローによってローマのビラメディチの館長に就任、文化交流とともに館の再生にあたる。晩年はスイス、ボーシベーダン王地方のロシニエルにある歴史的な山荘、グランシャレーに暮らした。葬儀には大統領や首相ほか、ボノやユーツーなどのロックスターも出席した。日本の書籍も愛読していて、リルケの勧めで、 岡倉天心の茶の本を読んだ。他に、源氏物語、アーサー・ウェイリー役や、右月物語、五輪書を読んでいた。勝慎太郎は、バルチュスの山奏に招かれ、居合抜きや、シャミセン演奏を行ったことがある。リチャード・ギア、デビッド・ボイとの親交もあった。2019年5月13日、バルチュスが、テレーズ・ブランシャールをモデルに描いた絵画の一枚。 ベンチシート上のテレーズがニューヨークのクリスティーズでオークションに出品され、バルチュースの作品として過去最高額である1900万2500ドルで落札された。ありがとうございます。